それでは立命館行ってみたいと思います。本日の長文はこちら。空小10問題と下線部説明。合計8問ありますので、一緒に頑張りましょう。それではまずはこちらの設問の指示の一読をお願いいたします。それでは第一段落を一読していただいた後、こちら丸あ、検討をお願いします。それではこれ下線部のところにサッチと書いてますから、これは上から出そうですよね。で、皆さん選択肢と本文中見比べていただけますと、おそらくこれの言い換え見つけてますよね。そうです。生み出しているという話でございますので、選択肢の2番が良さげですよね。で、もちろん選択肢の1番感情。で、3番は技術。で、4番は意思決定。どの選択肢もこの下線部の上からは見つからないですね。ですから正解は2番ということでよろしいかと思います。さあ皆さん続いての段落でございます。今度はこの空所 A ですね。選択肢これでございますので、検討をお願いいたします。さあ皆さん、後ほどの問題でちょっと絡むので、まずここを意識しておいてくださいね。第2段落は先進国の話でございます。で、皆さん見ての通り、先進国ではうにゃうにゃを失いつつあると。で、おそらく皆さんそのヒントが次の文章でしょうね。かつては絶え間なく続くディマンド。需要ですよね。つまり物が欲しい欲しい。で、皆さんもちろんワンスとありますので、それもヒントになっているかと思いますが、現在は違うんですよね。そうです。昔は欲しい欲しいと言ってたのが、今ではそんなに言わなくなったと。だから皆さん魅力を失っていると書いてますよね。ですから空所 A には欲しい欲しい、demand。おそらくそれの言い換えが皆さん選択肢見つかっているかと思います。そうすると皆さん選択肢の1番すっ飛ばして、まずは2番。コーションですから警告。で、選択肢の3番はコンピューターの技術。で、選択肢4番は働くという気持ち。で、選択肢の5番は借金。どの選択肢も需要に当てはまらないですよね。ですから需要っていうのは物が欲しいですよ。そういう欲求の話が皆さんこれアピタイトにつながりますよね。ですから食欲とか欲求という意味のアピタイト。1番が正解ということでよろしいかと思います。それでは続いての段落でございます。皆さん注釈が2箇所ついてますからね。で、まずはこの空所 B。選択肢こちらでございますので検討をお願いします。です。まずはこれ空所の左側ですが、皆さん平均的な皆さん消費者の家。その過程は皆さん物で溢れ返っている様子が伺えますよね。もう物が足りていると。ですからそういう消費者にもうちょっと物を買ってもらうためには、clever approaches。より一層懸命なアプローチ。もう少し頭を使ったアプローチが必要と。で、それは皆さん選択肢の1番、however。これ前後反対でございますので、できれば皆さんこれ空所 B の左側。そう、左側には否定。で、右側肯定。もしくは逆でも OK です。空所 B の左側肯定。で、右側否定。で、そうなってればいいんですが、なっていないので、まず however が×。で、選択肢の2番、in addition ですから追加。ですからこれ空所 B の左側ですね。消費者の話を追加するべきなんですが、これ空所 B の右側企業の話になっちゃってますよね。で、選択肢の3番、likewise。同様に。そうです。これも空所 B の左側は消費者の話をしてるわけですから、空所 B の右側も消費者の話でまとめるべきですよね。ですから同様とは言えなさそう。そして選択肢4番、specifically。具体的に言えば、そうです。これも皆さん同じですよね。空所の左側は消費者。で、その消費者の話を具体的に言ってるかというと、皆さん企業に話が変わってますよね。となってくると皆さん5番、therefore。それゆえ。もちろんそれゆえということですから、皆さん前後は因果関係。つまり空所 B の左側が原因。そうです。消費者の家庭は物で溢れ返っていると。だからこそ結果として企業は他のアプローチ。そういうものを必要といたします。ということで皆さん因果関係バッチリですので、5番が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん次で下線部 E でございます。選択肢この中から検討をお願いします。さあ皆さんこれ下線部そのまま直訳していただけますと、すでに持ってるものですよね。ですから選択肢の1番は envy。羨みではないですよね。で、選択肢の2番すっ飛ばして3番ストレス。で、選択肢4番セービングスですから貯蓄。となってくるとやっぱり皆さん持ってるものでございますのでスタッフ。これ皆さんもそのまんまですよね。ですから正解は2番ということでよろしいかと思います。さあ皆さん続いての段落でございます。まずは空所 C ですね。選択肢こちらでございますので検討をお願いします。さあ皆さんこれ段落の一番先頭、発展途上国という話がございますよね。で、皆さん先ほど少しコメントした先進国では需要がもうないと。つまり物を持ちすぎてもはや買う意欲が失われていると。それを考えていただきますと、これ発展途上国はどういう力を持ってんのかが明確ですよね。ですから選択肢の1番。実はネイチャー自然の話は出てきてないですよね。で、選択肢の2番は資源。まあ同じく書いていないと。で、選択肢の3番、これパーチェス購入するはいいんですが、皆さん車に限定する必要性はないですね。で、選択肢の4番すっ飛ばして5番。一生懸命働くかどうかも全く書いておりません。ですから選択肢の4番、良さげですよね。発展途上国ではもっと欲しい。そうです。需要があるんですよね。ですから先進国では需要は滞っていると。もうピークを迎えていると。ですが一方発展途上国ではまだまだそうじゃないよ。ということで対比関係バッチリでございますので、4番が正解ということでよろしいかと思います。では続いて空所 D の検討をお願いします。すみません、これ空所の右側、労働者をうにゃうにゃしたい。どうしたいのかということですが、まずは選択肢の1番。まあ、コントロールしたいかもしれませんが、書いてるかと言われたら書いていないですよね。で、選択肢の2番の organize、組織。で、3番すっ飛ばして4番 train ですから、訓練。で、選択肢の5番は understand、理解したいと。まあ、確かに労働者のことを理解したい。そんな気持ちはあるかもしれませんが、本文中には書いていない。で、皆さん書いてあるのはこれですよね。要するにお金を配分する。そうです。お金を支払うということですよね。ですから正解は3番ということでよろしいかと思います。さあ皆さん次の段落でございます。問題はまずこの下線部うですね。で、それが指すものをこの選択肢の中から一つ選んでいただけるとよろしいかと思います。すみません、これは this と書いてますから直前で良さげですよね。皆さん読んでいただいてわかるかと思いますが、皆さんお給料をお支払いする。そういう選択肢が皆さん見つかってますよね。で、選択肢の1番すっ飛ばして、まずは2番。スタッフトレーニングということですから、まずは研修。そして選択肢の3番は値段が高い商品を売る。そして選択肢の4番は規模の拡大。となってくると皆さん選択肢の1番、ウェイジーズ、賃金。そうです。お給料の話でございますので、正解は1番ということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落、一番初っ端に such questions という表現がございます。で、もちろんこの such が一体どこを指しているのかということで、皆さん選択肢こちらでございます。まあ、先ほどでも同じようなことが起こりましたが、サッチと書いてるってことは、その手前がヒントになるはずでございますので、このあたりを一読していただいた後、選択肢の検討をお願いいたします。すみません、これ直前にファット点点点4という表現ございますよね。もちろん、うにゃうにゃ何のためなのか。で、そういうことを言ってる選択肢見つかってますよね。で、選択肢1番すっ飛ばして、2番はフェアです。公平。で、選択肢3番は労働者。で、選択肢4番は創造性。ですが、皆さん1番、purpose。目的ですよね。ですから、皆さんこの fat 点点点4。それの言い換えバッチリでございますので、正解は1番ということでよろしいかと思います。